インナ・ゲルマノブ・ナ・ゴンチャレンコ、ロシア語、ロシア語・ラテン・ホンジ、インナ・ジャーマノバ・ナ・ゴンチャレンコ、1968年12月1日帯、は、ロシアのフィギュアスケートコーチ、ノービスクラス、ジュニアクラスの選手を、主に指導している。かつては、幼少時のアデリナ・ソトニコワも短期間を教えていた。また、エレーナ・ラジオノワが4歳の時から2017年4月まで、指導していた。 年少の選手に対して参加年齢制限がかけられていることについて否定的な意見を持ち2006年トリノオリンピックの際日本の浅田真央が年齢制限で参加できなかったことを例に挙げてシニアレベルで戦えるのであればどうして参加すべきでないと言えるのでしょうかアスリートの選手生命は短いというのに特に女性についてはとコメントしているまた 2013から2014シーズンの時点で数年のうちに女子シングル表彰台はロシア人で独占されるだろうという見方を示し、また女子シングルのレベルも数年以内に3回転アクセルや4回転の準備が必要になるという見方を示した。2018年1月23日、長年在籍をしていたチェスカ・モスクワを離れ海外に行くことも視野に入れていると報じられた。 ロシアのスケート連盟からの支援が十分に得られないことが理由だという。2018年4月5日、ゴンチャレンコは1月にクスカを辞めた後に、エフゲニー・プルシェンコのアカデミーで働いていることや当初、同行する予定だったマキシム・コフトゥンは、前のコーチのエレーナ・ブイアノワの元に戻ったと話した。ありがとうございます。